はいどうも皆さん、晩おはにちは、いすげです。ということで本日も SD ガンダムバトルアライアンス、略してバトアラやっていきたいと思います。はい皆さん、残念ながら今回もガンタンクです。はい、ガンタンクがね一番刺さる。はい、アイフィールド持ってる機体とかに対してもねバチバチ火力出すことができるんで、ガンタンクがいっちゃん強いってことでやっていこう。はい、ということで今回戦う機体はサイコガンダムでございます。はい、まあ、この機体もね本当はバルバトスループスとかね使ってやりたいんですけど、基本こういうでかい機体ってね近づくとやられちゃうんですよね。はい、ですけどガンタンクってね、あの遠くからダメージをね出すことができるですよ。はい、それが強くて、まあとりあえずなんですけど、まあいつも通りあの敵の攻撃は避けられないんで、はい、あのガードしてきます。でガードした分ダメージを返すっていう感じですね。はい、まあ、このアライアンスエフェクトでシールド量と ガードカット率も上がってますんで、はい、でまあ多分食らうダメージより与えるダメージの方がねこのガンタンクの場合はでかいんで、そこら辺をね見せていけたらなと思います。みんなもガンタンクを使おう。では行こう。さあということでやっていきましょう。はい、このマップですね結構良心的で、あの簡単にサイコガンダムのところまで行けるんですよね。そうだからね結構何回も戦えるんですけど、良心的だよね。あのジオングの時なんかはね結構大変だったんですけど、ジオングまで到達するまでに6分ぐらいかかるんで、そうここは非常に良心的なマップで最高です。さあということでもうここがねもうすぐ最高ガンダムです。すごいよねめちゃくちゃ近いんですよね。まあ強いて言うなら必殺技が溜まってない状態で戦うんで、それがちょっとってところではあるんですけど、まあ全然すぐ溜まりますんでね、必殺技なんて攻撃していれば。さあまず逃げて、ちなみにこいつはね格闘を顔面に入れると効果抜群です。もうこのガンタンクね火力ぶっ壊れてるんで恐ろしいダメージ出るんですよね。強くないですねガンタンク、マジで最強だよね。おい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 、全く相手にされない。これはこれで助かるんだけど、多分そろそろいい感じで味方がヘイトを集めてくれてる。あ、来たね、攻撃してくるんで。はい、でガンタンクのいいところはねこの必殺技もすごい当てやすくて、ガード違う機体とかだと結構一発あの一発当ててその後になんか攻撃がつながるとかなんですけど、ガンタンクは遠距離でも近距離でも当たるんで、それが強いよね。これが危ないやつ。ポンポン、この距離からでもバチバチダメージ出せるんでね、マジで強い。ガンタンク最強です。ただあの HP が少ないだけで、あとはもうこの振り向き打ち気をつけてくださいね。振り向いて打ってくるんでこいつ。はいはいはい、いかんきかん。オーケーオーケー、こんな攻撃あるんだ初めて見たオッケー、一旦回復して。ガンタンクのいいところはね回復も5個あるんですよね。それもかなり強い。この振り向き打ちは結構動いてたらね当たらないです。止まってたら結構当たるんで、ここはお気をつけてくださいってところかな。 OK 一つ、いやこれはもう簡単にいけそうだね。どん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 、なんというプレッシャー。ガード、そう、ドン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 、ガードガードできてない。
戦士は生きている限り立つ。私はここで終わりなの。さっきからガードがうまい。ちょっと待って、集中力が終わりだ。ここだ。ガードが甘い。サイコガンダムのコックピットにいてはいけない。はい、ということでサイコガンダムでございました。正直ね、ジオングの方が100倍強かったですね。なんでかっていうと、ジオング動きすぎて弾が当たらないんですよね、うん、サイコガンダムトロいんで、まあガードしてればダメージもそんな食らうわけじゃないし、うん、結構簡単だったっていうか、ガンタクとの相性が良かったかな、うん。さあ、ということでどうだったでしょうか。今回は対サイコガンダムでございました。はい、まあガンタクとの相性が良くてね、結構簡単に勝てたんですけど、他の機体使ってる人、まあ近接機体使ってる人たちは結構きついんじゃないかなと思いましたね、うん。まあ、あのダークソウルじゃないや、エルデンリングとかでもそうなんですけど、近接の人とね、魔法とか弓とかで、ね、遠距離で戦う人とかいるんですけど、やっぱり相性のいい敵とかいるんですよね。まあそれが今回だったかなとは思いますね。はい、まあということで、みんなもガンタンク使おう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。